あの、町田、黒田さんでこういう強さになって、それで僕注目するようになって、そっから J リーグのチームを、昔も全く見なかったわけじゃないけど、もっとなんかこう、熱入れて見るようになって、で、広島みたいにすごいチームに、強いチームに気づけてみたいな。町田って新しい人入ってくるからね。U23 に藤尾と平川選ばれてるけど、てか藤尾のキャラクターとかって、それこそね、クロス上げる選手を今の日本代表会合うけどね。黒田ジャパンで U23 とフル代表ね、ダブルで集められたら強いよね。 谷藤弘川とか普通にねフル代表呼ばれてもねだ谷がめちゃくちゃいいんだよねキャ,あのキャッチング安定してるしキック飛ぶしさ、ね、谷ミスないよね最近の権田とかどうなんだろうねあと前川もキックねやっぱ神戸においてちゃんと飛ばせるのでかいんだよね谷とザイオンと権田とか3人キーパーにしてで板倉富安に左サイドバックね昨日長友言ったけど長友控えてもいいよ町田で右サイドバック酒井宏樹で て榊井ろ樹1人で2人抑えてなんとかしようとしてたのになんか昨日 X で批判されててかわいそすぎたな榊井ろ樹だいぶ頑張ってんだろこれみたいなねであとはマイクマとかかでもあれだよね三苫伊藤の両ウィングにさ左ウィングの控えで中村敬っいいけど平川呼んだしよね両ウィングできるしでトップ下を久保と堂安にして右伊藤淳也と、まあ、そっち平川使えるしあとは誰だウイングで今 いいのもう堂安ウイング使えるけどでボランチは遠藤森田佐野海舟最近では田中碧になったけどそこに松木玖を入れたよねだ松木玖をトップしたの方がいいんだよなだ松木玖をトップ下にして堂安右にするか松木玖を呼びたいあと鈴木結ともいいんだよなあとは右サイドバックハンダリクか呼びたいのねハンダリクすげえいいよねセンターバックがあれ本当にちゃんと教えてもああなんのかなみたいな指導受けてないだけどポテンシャルだけでやらされてるからああいう感じになってるよねあともう やっぱ広島の中野君のパフォーマンスが良くて今後も見たくなりましたね鈴木優斗今回選ばれてないのが分かるんだけど強制召集権ないからね鈴木い斗い,いいよねクリューな上がり目のボランチ、まあ、遠藤とかと組ましたけどトップ下とか4三三のインサイドハーフやらしたいよねでトップがあれか佐藤健一とかね左指使いたけどトップ使いたいよね佐藤健一と藤尾とあと誰だったっけ U23 のトップってなんか誰か重要な人忘れてる感じがする 細谷,だ細谷もクロスの時に背中入るのを増やせたらねいいけどてかバスケスバイロンって日本国籍取れるんじゃあったっけわかんないんだっけまだ黒田ジャパンでポゼッション率高めてクロスのところでしっかり入ってくみたいなチームにできたらすげえ強いと思うんだよねあうちのうまかったよね左サイドバックだよね違うっけバイロンはわかんないそっか日本語名考えてたか通りうすごいバイロンだからあれだろうねあの梅のロンみたいなねバスケス 移動車消すだ、ね、移動者消す梅のロンでああそうヘンダーソン的な松木玖生伊東純也はバス,バスケスバイロンがさすごいからさいつも最近出てないあれだけどまあ失わないしさ補強えぐいよなやっぱり平川とバスケスバイロンどっちか神戸とかに持ってかれたら辛いよね神戸がウイングちょっと弱めだからね武藤はまだしもうてか今の逆にあれだな町田のサッカーに大迫とか合いそうだし うちの2人いるんだ。サイドバックのうちのめっちゃ良かったね。でもまあ、よくない選手いないんだけどな。フル代表でも見たいみたいになると、平川バスケスはすごいよね。だからトップが細、細谷と、あれ、今フル代表と、あ、だ、上田綾瀬に勝たないといけないんだ。上田綾瀬に藤を勝てるかっつうとまだ分かんないもんね。トップなぁ。だから細谷だよね。バスケスバイロンを目指すべき選手はあれですね。怪我しないコマンですね。聞きしないわけどね、あの、ルイス・ディアスとかそうですよね。いや、そうだね。やっぱトップがなぁ。 タフショット打てる選手が欲しいね。それがな、細谷のはずなんだけどな。細谷、上田がそのはずなんだけどね。コマンダーのフォワードえ、でも、セカンドトップの久保がそれやりますよ。もしくは松木玖生がやりますからね。そうだ、松木玖生トップ下で、右ウィング久保とかも面白いよね。あ、熊田良かったね、確かに佐藤憲一、トップの方があってそうだよど、うなんだろうな。トップだと動き出し悪かったりすんのかね。松木玖生は芸人。やめてよ、踏んづけちゃうから。<laughs> コマンダーやって。ちょっとフォワード。日本の。 ねハーランドが欲しいっすねあ,あ小川聖輝か小川聖輝はどっちからトップから流れてくるみたいなプレイヤーなんだよね佐藤健とか藤尾は確かに佐藤健はトップ使われてるのまだ見てないかな俺いつも左ウイングで見るんだけど藤尾ウイング使ってる感じなのかないやあのマンチョキッチみたいにワントップだと物足りないけどウイングにいたら空中戦強いウインガーとして強いみたいな感じだ佐藤健が空中戦強いもでかいからイメージでそうなってるだけの可能性あるしな そうだね、久保建彦まで久保建彦だと守備があれだからな、ね、u 2 3がねフル代表と融合してまた面白い世代になりますからねなんか攻撃時4 1 2 3まあ攻撃時っていうか後ろからのビルドアップ時4 1 2 3前からの守備の時に4 4 2 4 4 1 1みたいな感じになってますね日本は。でもこのね ウィングとフォワード前行った時にボランチが縦ずれしてないから、あそこ間につけれるようになってこと、で、こっから日本、運動量落ちるじゃん。そうなってくると危ないから、でもあれってフル代表も、この世代もどっちもさ、あそこちゃんとやれないから、日本のこういう感じの、ディテール詰めない指導者の人たちは誰もできないんだと思うわ、これで今、ジョエルチーム行言ったとここのキーパーとかへの行ってみないいんだよ、サイドに振られた後なんだよね。初手はいいんだけど、ちょっとでもあのパスずらされるとやばいみたいな。 教わってない指導者そこにやでも俺も教わってない指導者ですからね結局ね努力の矛先だったり同じ映画見ても面白い人とつまんない人いるみたいにどこから何学んでどう自分に生かすかみたいなのでなんか、まあ、こうなっちゃってるんですよ、ね、だから結構サッカーやってるみんなは前にプレス行った時にボランチ連動してウイング絞ってとかディフェンスラインがボール出てこない時裏ケアして出てくる時にはライン細かく上げてとか。 それをね誰が指揮するとかそういうのを決めれる監督のもとやってた人たちは幸せですよ。でそれが草の根にはいたりするけどトップレベルにいないっていうのはそれだけ既得権益みたいなのがライセンスににおいてて大事になってますからねだから今の指導者ライセンスってね選手でいうと J3 の選手はライセンス持ってるけど久保建英は持ってないみたいなことになってるんでだから代表呼べませんみたいな。 言うこと聞かせられるチームに対して言うこと聞かせに行かないのがもったいないなと思いますね。フランス対ドイツ見たけどねエンバペここ言うこと聞かせらんないんだろうなとかそういうのはあるけどねドイツとかでも虫あらここ戻ってこないのかみたいなのあるけど日本の場合戻るからな監督がサッカーしないというか監督がプレイヤーとしてのサッカーの経験値しかないって感じですかねいい俳優といい映画監督って違うじゃん映画監督としての勉強が足りないけど俳優の頃の経験値でやってる感じですよね そうだからいい監督がいないわけじゃないですよ、いい監督にチャンスが与えられにくい状況になってるのが、日本のね、悲しいところですよね。他の国も主導者ライセンスありますよ。ただ、あコーチ実績とか、そういう、なんていうのかな、形骸化してないっていう、ライセンス制度っていうのは、世界的に、そのそもそもいるのかっていうのがありますからね。ただ、サッカー選手にライセンスないじゃん。で、ちゃんと実力主義で上に行くじゃん。サッカー選手にライセンス制度あった方がいいってなるでしょ、ライセンス制度がある方が本当にいいんだったら。そうだから、まあそういう既得権益あるんだろうなっていう。 そうここね2人降りていくともう日本どうすればいいか分からなくなりますからねだからアホな人たちが作ってるシステムで、ね、全員が損してるっていう意味わかんない状況です、ね、その作った人たちも別に得しててないっていっうそうそよく言われるのプレイしてないと選手目線だねとか気丈の空論だって言われますねプレイしてた監督が選手と揉めてるの知らないのかなって思いますよねペップだってヨハン・ハールだって揉めてるしティエリ・アンリーなんてやめさせてくれっていう単眼状が選手たちから出てんだよあんな名選手だったのに 逆にプロの経験選手経験ないけど黒田さんとかめちゃくちゃまとめてるじゃんだからそういうなんかこう自分のねその立場を守りたい人たちが理論的に破綻してることを理論みたいに言うんすよいやー頑張ってんなービルドアップ4本もいいパスつながったけど前,運ん前に行ってないものボール10本繋いで引っかかったな2本で前に行かせられる配置を整えられてないからつなぐごとにリスク上がっていくんですよねつなぐのが悪いって言ってないですよ毎回 ちゃんと配置整えてやれるんならこの技術ある選手たちだったら配置だけ整えても技術なかったらできないしねでもこの技術ある選手たちこんだけハマってる中で失わない選手たちだからこそちゃんと前にいく形を整えたいよねでそれができないんだったら前に蹴って競り合ってそこからシュートに持っていくか相手ボールになってハイプレスした方がいいんですよそうだからライセンスなかったら秩序乱れるみたい秩序乱れとか悪いやつ監督になるって思う人もどうかしてて だってみんな自分がオーナーだったらさ、ライセンスあるポンコツとライセンスない有能だったら、ライセンスない有能選ぶじゃん。実力見るようなんですよ。で、しょうもない人をずっとやってくるなんて、サポーターが許さないしね。てか、こんなこと言わせないぐらいライセンスある人たちがちゃんと有能なの見せてほしいよな。別に負けてること起こってるわけじゃないからね、こっちは。形ないこと起こってるからね。こんな議論させてること恥ずかしいと思ってほしいよね。 さすがやっぱライセンス持ってるだけあるなって言わしてほしいよね。全員がポンコツだからさ、<laughs> 今、代表で監督やってる人たちが、縦パス入るよしか言えない人だったりとかね、だって大岩さんのコメントみんな見てないでしょ、興味なすぎて、この間の試合、勇気持って前進めたからよかった言ってたよ。それ、最悪さ、納得すること言ってほしいじゃん、こうこうこう、いうことを試した上で、こういうふうなことが起きたから、次回こういうふうに修正しますみたいなさ、ビジネスマンだったらそういうことじゃん、費用対効果こういうふうに戦略変えることによって、こうしますって言うじゃん。 勇気持って前進めましたってしか言わない人だよ。でそれがノーアルタか爪隠す的な感じでさ何か修正されてたりとかさなんかすごい戦略的とか戦術的にいいことやってるんならさ何か変りは見えるじゃん。そうでこういうふうに事実並べると愚痴言ってるみたいになるのも俺として嫌ですしねだって普通にいいサッカー見てる時町田見てる時だってそうだしプレミア見てる時だってそうだしさうわーここすげえあれすげえばっか言うわけじゃん町田のおかげで海外賛美だと思われないのもいいないいものが好きだからね。 何より立ち寄れるのは日本の選手たちがいいんだ。<laughs> 上手くて強くて言うこと聞くんだよ。これ日本の選手たちがポンコツだったら、まあまあまあ。もう何この身の丈合ってんなって思うけど、日本の選手がいいからまたもどかしいんだこんないい。肉なのになんで焦がしてんのとか。<laughs> 今思えば戦術や現象についてまともに言語化して指導された記憶はありません。ドラッグスパイチャありがとう。同じような人絶対多いと思います。西大吾さんのチャンネルでね、西さんが言ってましたよ。あの日本代表で歌手まで ACL も取って、あんだけやってた西さんがあの、そこまでこだわってる監督いないですねって、しっかり言われた記憶ないですって、あのレベルの人が言ってるんだよ。俺、それもっといろんなところで言ってくださいっていう話したんだけどそう、だからレオさんで分かること、なんでプロの人分かんないですかとか、プロは僕たちが言うこと気づいてませんいや、違うね。 身体能力がある人たちが演技すごいとか声でかいって人たちが映画監督になっただけで編集がうまいとか演技指導うまいとか脚本書けるとは全然違う能力だいやもうこれガンガンはめってるしなそうそうそう勢いよく行った方がいいよいやなんで連動しないんだよ奪えるっていうくらいならったらいやなんで弾くんだよ <laughs> バーって行けバーって <laughs> これでいいじゃん今わざとやったけどみんなそうじゃないもう今のバーってよくない で、これをバーっていけよ、それ取れんだからずっと取れてんだろうっていう。同じサイドガーっていけよって、キーパーのとこサイド切りながら行ったらいけんじゃんってあるじゃん。これを内側いる人はちゃんと原則とか作って、ツートップが縦関係になってボランチを片方切ったら、ワントップはスリーバックの真ん中切り行くとか、キーパー含めて切り行って逆サイド絞るっていうのを約束と通すんだよ。そうすると、今、俺が言ってるみたいなバーっていけってなる。っていうのをやってないからっていう、その。で、これね。 起きてる現象を簡単に説明することも難しく説明することが今両方やったけど結局みんなが見たいものも内側の人が見せたいものも一緒のところに行くんだよ。サイドバック開きすぎてるし今みたいに絞ってる時に今度ウイングの立ち位置が高すぎて降りてきたところだから前に仕掛けられないし今言い出したら切れないんですけどでもそれってもうね全身複雑骨折してる人にね右ひじだけサポーター上げるみたいな話になってくるから。 でその全身複雑骨折してたりとかの人が病,病院行かないって言ってる状態ですよだから今の日本サッカー界で監督がいやそれでも気合いあったらあの明日会社行きますみたいな <laughs> もう大怪我してること問題と思わないというか私レオ・ザ・フットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから JD が排出を目指す僕らとしてはステップアップも大関係です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。